波酒、えー、世の中は月、雪、花に酒と三味線とか申しましてまず人間一生のうちのこれが楽しみとしてございますそのうちに月、雪は主に画人が好みますが花と来ると家族ともに皆お出かけになりますけれどもまた花より団子 なんかと申して随分下戸の花見と来るとおい気けのないもんで食いすぎてしまって拒むこともできないようになった日には往生でございますどうした少し食いすぎたかねやりすぎたねどうもことといだけが余計だったこととい団子団子だけ食っておけばよかったんだが おめえがシるクをあつれ、あつれたりなんかするから、自然と、やりすぎちまった。食いすぎた。ああ、どうもこぼむことができねえ。おやおや、おめえもそんなかいお同然にどうも食いすぎたねえ。うーん、食いすぎた。うなりながら花見をしている。おい、ささと終わる気よ。何を立って考えてるんだ ああ、さあ、大変だ。どうしたかい苦しい苦しいと思ってたらな。とうとう、へその下が破けたようだ。そゃ大変だ。よく手当てて、撫でてごらんよ。早くお医者へ行って縫ってもらわなくちゃいけないが、ひどく破けたかいどうも、へそは体のくくり目だっちゅうから、詰めすぎたんで、ほころびたのかもしれねえよ。 嫌だぜ、この人。冗談じゃねよくごらんよ。大丈夫だ。どうしたへ、そうじゃあね、越中ふんどしの紐が切れたんだ。馬鹿にすんない。驚かせやがって。<laughs> これね、越中ふんどしってのは、まあ今まで言うパンツみたいなもんですね <laughs> <laughs>。パンツのゴムが切れたんだ。馬鹿 <laughs> <laughs> にすんない。驚かせやがって。 何しろ、まあ、パンゴムは切れないですけどな。えー、厄介なことになっちゃったな。あ何しろ足元を気をつけてくれ。もう下を向くことができない。うっぷ。厄介なことになっちゃったな。穴へでも落っこった日にはしょうがねえや。しかし、花見は下稿のすることだと思うな。なんでだよ。なぜなぜっとってよ。 こがむことができねえから上ばかり見てるんで、どうしても花がよく見える。とは言うものの、下に何かあって踏んづけた日には、やりきれねえな。気をつけねえ、よ。お、おいおい、難しい顔してるが、まだどうかしたのかいあ、どうかしたところじゃねえ。だんだん食ったもんが下へ下がって、今度はお通じがつきそうだ。いやー、 トイレ、そうなってはおしまいでございます。そうかと言ってまたお酒を飲みすぎて、えぐ、ー、ずを言って歩いてもあまりいい形のものではない。しかし、えー、お酒飲みに言わせると、月を見ようと花を見ようとお酒がなくてはつまらない。酒なくて何の己が桜かな。桜咲く花の山もお酒がなければただの山。お酒飲みにとって、 百薬の蝶。憂いを払う玉は置き。何につけてもお酒でちょっと二三ヶ月留守にすると言って、わかる酒。帰ってきておめでたいっていう酒。酒の上で喧嘩をして中尾の鬼はまた酒。家が焼けて酒。焼けなかったお祝いの酒。良いことがある毎祝いの酒。 やり損なって焼け酒あまり飲みすぎて二日酔いだと言って青い顔して向こう八千町家うなっているかと思うと迎え酒で一杯やるとまた言うに言われない,い,い心持ちになるというざればお酒飲みを読んだ教科のうちに酒のない国に行きたき二日酔いまた三日目に帰りたくなるなどというのがあります 中にこのものの扱いをするには、どうしても酒でなければいけません。めでたいにつけ酒、悲しいにつけ酒、飯ではすまぬものの扱いとか申しますか。なるほどな行動口を聞くには酒が一番いいようでございます。お前もは腹が立つだろうが、先もは心が折れてすまなかったと言うんだから、 どうかここのところは俺の顔立ててな。大負けに負けて。一つ笑ってくんね許してやってくんねああ、そうか。そう言ってくれりゃ俺は大きな間に入って口を聞いた張り合いがあるってもんだ。そういうことが決まったらな。善は急げだ。今夜は俺が一杯買うから、一緒に飲んで笑ってくれ。などというのがちょっとな高度口で、まあ、喧嘩の仲裁ですな。 同じことでも、ぼた餅や、あべかわ餅では食う具合がまあ悪うございます。お前もさぞ腹が立つだろうが、先が、ああ折れてすまなかったと言うんだから、勘弁してやっておくれ。ああ、そうかい。お前がそう言ってくれれば、私も間へ入って骨折りががあると言うもんだ。それじゃあ気の変わらないうちに私が、一本、 えー、安倍川餅を買うから、ボタ餅を食って、笑っておくれ。どうも、この調子じゃ、扱い口が聞けそうにございません。お酒というものは、度さえ過ごさなければ、誠に愛嬌のある結構なものでございます。ああタついるか。いや、熊ま兄か。はいね。どうも、いい陽気になったな。ああ、いい陽気になった。 どうだい今、花盛りだってんで、みんなぞろぞろ出かけるのによ、うちにくすぶっているな。つまらねえじゃねえか。それがさ、兄貴のめだが出かけようと思うんだが、懐が寂しかった日には。どこへ行ってもつまらねえからな。仕方がねえから、引き窓の。紐じゃあねえが、くすぶってうちにブラブラしているんだ。それがいけねえよ。 どうだ花見にでも出かけねえかうおどうして、今言う通りのし義だから、なかなか花見どころじゃねえや。だけれどもよ、今向島は真っ盛りで、この四にしというところが見心だぜ。そうだってね俺も実はな、花見に行こうと思うけれども、やはり、おめえと同じくで、 都合が悪いから、まだ出かけねえ。が、それについて俺が色々考えてな、花火をしながら銭儲けをすることを思いついたんだ。へえ、兄貴のことだから、何かうめえことを考えたろう。ま、たくさん友達もあるがな、子供の自分から気心が知れていて、 一番何か、いいからな。お前に一つ片棒を数かせようと思ってきたんだが、稼がせてやろうと思ってんだ。どうだ一緒に行かねえかへえ結構だな、ね。して、どんな役だいなに、造作ね。俺が横丁のな、内田の番頭に掛け合って、灘の木一本、まあ、日本酒を、えー、二章借りたんだ。 な二本だな。一生瓶二本。こいつを三つ割りの樽へ入れちまって、それで花見の場所へ行って小さな試着で、一杯二十五銭に売るんだ。なるほど。考えたね、こいつは。こりゃきっといいよ。確かに飽きないになるね。先の網というやつはなくなると余計飲みたくなるもんだから。そこへ持ってって飽きないば、一杯二十五銭が三十銭でも高い安いは言わねえよ。 これは、確かに、売れる。うん。ところで、50銭出されて一杯くれると言われたときに、25銭の釣り銭がねえというのも、気が利かねえから、25銭の釣り銭まで持ってきたんだ。え、何から何まで。兄貴、行き届いてるねえ。すぐに出かけるかい すぐに出かけようじゃねえか。今こそいい天気だが、花に嵐というたとえ、いつ何時またぽつりと来ねえと思うんでもねえから、一つ店開きに出かけようじゃねえか。なるほど、それがいいや。これでうまく儲けて、後でうんと飲もう。というんで、儲けて着物を着ようとか、米を買おうとか言うんなら合議だけれども、つまり、 飲み代、飲みしろ稼ぎ。うー、さあ、伊勢よく支度しようぜ。俺はな、万端支度の用意をしてきた。それじゃあ、同じく支度をしよう。と言うんで、桃引き腹掛け、伊勢のいい支度ができて、新しい手ぬぐで向こう鉢掛けをして。さあ、いいか行くところはまず向こう島だ。立つおめえ、 気の毒だけれど、前を担いでくれ。いいともさ。はい、しょ、どっかいしょ。兄貴、あの、ぞろぞろ行く人みんな、お花見だね。そうだ。ちょっと見たところが兄貴なんだね。あそこへ樽をぶら下げて、小僧に西目の重箱、 何かしょわせていくのがあるね。あの辺はお花見の上の部だね。そうともや。だがまあ好きなせいかしらね。えが酒を飲む人を見るとどことなくふくぶくしいな。そうさ。そこへ行くと下戸のやつらみんな食いすぎて、もたれて歩いてやがるさまなんだか病にじみてるな。 そんなに下校のことを悪く言うと殴られるぜ。だけど兄貴、なんだな酒の味と言っても、言ってはまた別なもんだなおいおい、よしねえよ。冗談じゃねえ。そこでそんなことを言うない。なぜ寝てるか起こすようなもんじゃねえか。ん、何が何があったよ。てめえの前だか。 てめえの前だがな、風上ではそうでもなかろうけれどもだ。俺は風下にいて話す先に樽があるんだ。ぷんぷん匂いをかぐんでたまらねえじゃねえか。そこへ持ってきて酒のうめえことなぞを言われた日にゃ。俺は気が遠くなっちまうよ。そうか。それは悪かったな、兄貴。しっかりしなくちゃいけねえよ。ああ、嫌な心持ちになった。どうだろう、つ。 何商売物だから、ただ飲んじゃ悪いけれどもだ。買う分には不思議はなかろう。それはまあそうともさ。誠にすまねえけれども、俺は嫌な心持ちになってきたんだ。ちょっと一平売ってくんねえな。ああ、どうせ飽きないもんだ。誰に売るのも同じだ。じゃあ、樽を下ろそう。ほら、25銭。 一杯くんね。いらっしゃい。大きな声をするなよ。けれども、飽きないだ。提供つけねえじゃいけねえ。ええ、なだの木一本。被害はございます。はかりをよくいたしておきますよ。なるほど。こいつは合議だ。うめえや。どうもたまらねえ。 この味は別だな。酒ぐれ、世の中に結構なものはねえな。ああ、いい心持ちになった。さあ、出かけよう。やっか一緒のしょ。ああ、馬鹿にいい心持ちになった。妙なもんだ。ちょいと、一杯でも飲んどけば、いくらか気休めになら、おうたつ。ええ。何をぼんやりしてんだ 何をぼんやりしてるったって、兄貴、おめえが手弱で飲んでくれりゃよかったんだ。何手弱で飲んでくれりゃいいって、どういうわけだどういうわけだって、飲むときにガブリとやったその匂いがポンときたもんだから、俺の方が今度はなんだか気が遠くなって体が効かなくなったような具合で、つまりまあ、人事不詳、 人事不正とでも言うんだろうな。人事不正ですよ。うん、なんかぼっとしちゃったってことですよ。よせ、この野郎。冗談じゃねえふざけるな、ね。ふざけるなって言って、生地匂いを嗅いだもんだから、腹の虫がぎゅうぎゅう言いやがる。誠にすまねえけれども、兄貴どうだろう。商売もんだからただ飲んじゃ悪かろうが、俺も一杯買いたくなったが。ああ、いいともいいとも。 飽きのお世する人には誰に売ってもいいんだ。さあ、売ってやろう。じゃあ、一杯くんねえ。ほら、二十五銭。ああ、しかやろしねえ。どっか一緒。へありがとうございます。ご近所ですから、大負けに負けておきますよ。なるたけ兄貴は。兄貴、はかりをよくしてくれ。いっぱい入れてくれよ。ケチなことを言うねえ。ああ、うめ、ん、え。 たまらねえな。なだものとくると味は別だ。ああ、いい心持ちになった。兄貴。おもち、おもちさまお待ちどうさまおもちさまこれから持ってくよ。ああ、こりゃこりゃ、どこ一緒のよしこらしょっと、うんとこしょっとのひょっとこしょ。豪気と威勢がついたな。いい心持ちになっちまった。おいたつ。タツ えぇ、なまじったのが、けって悪かった。なぜなんだか、サメギアが嫌な、心持ちになってきた。そりゃあいけねえな、兄貴、しっかりしなくっちゃ。どうだろう。もう一杯飲みたくなった。買いたくなった。んだがな。ああ、いいとも。じゃあもう一杯。 ね、ほら25銭やるぜいらっしゃいあーうめ梅どうもたまらねえなさあいいかいもうこれで大丈夫だ体がしっかりしてきたどうだよ恐ろしく人手が出てきたなみんなこりゃ向こう島へ行くんだぜ当たり前だ、えー、向こ向島へ行ったら うんと儲けようぜ。当たりめえだろって言ってんだよ。どっか会社のシャッター。兄貴、なんだお前はしっかりしたからよかろうけれども、妙なもんで俺も生地一平やったら腹の中に酒の木が染み込んだところと、染み込まねえところがある。あそうだろうな。虫の方で行き届いたのと、 人き届かねえのがあるんだろうそらそうともよ。なんだか知らねえけれども、お酒の行き渡らねえ方の虫がな、何かむしゃむしゃしているような気がして、俺は嫌な心持ちになってきた。どうだろうもう一杯買ってはいけなかろうか。何それはいいともよ。じゃあ、もう一杯食んねえ。ほら。 二十五銭渡すぜ。いらっしゃーい。この具合で二人でやったり取ったりしているうちに、肝心の向島へ着く時、自分には、逆だるは空っぽいい心持ちに酔ってしまってひよろひよろ。よいとこらショット、ちょっと。へえー。ごめんよ、ごめんよ。どっこい、どっこい。お兄貴。え ここへ店を出そう。どこだって構う向くその辺の場所のいいところをめっけて店を開けろ。それじゃあこの桜の下がいいよ。何でも買わなや。店を開けたらな。景気をつけてどならなくっちゃいけねえ。なんて言やいいんだい。なんつったってお前酒のことを言うのよ。酒は灘の木一本。 なだの木一本。飲んでみてまずかったら、お代はいただきませんよ。さあ召し上がってお試しなさい。こんな大きなひしで一杯25銭と言うんだ。なるほど、うめえや。じゃあ俺が一番怒鳴るぜ。うん、やってくれ。えー、いらっしゃい、いらっしゃい。 なんだ、市の売り物みていなようだ。ものは景気が肝心だよ。大きにそれもそうだな。そう、いい子。えー、飲んでおとしめにしなさい。酒は長野の木、一本混ぜ物なし。召し上がってまずければお代はいただかないよ。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。兄貴、俺にばかり怒鳴らして、おめえ、居眠りをしちゃいけねえよ。 ここは国会じゃねえんだぞ。いいってことや。何分よろしく頼む。おめえは商いがうめえや。何でもそう、威勢が良くなくっちゃ。行かねえな。いらっしゃい、いらっしゃい。兄貴、おめえ見たような怒鳴り方をしていると、お客さんがみんな行っちまうや。もっとりし、しっかりやんねえの。しっかり。いいってことや。何でも買わねえ。 など <laughs> と異性よく二人で怒鳴っております。感心だね、玄衛さん。この不自由な中をつけ込んで酒を売りに来たのは、けれども二人ながら酔っ払ってるのはおかしいね。これはね、このくらい聞くというところをきっと見せてるんだよ。なるほど。これは面白い思考だ。何しろ、 ご当然にやる口だ。酒がないの、ないと、まこと、元気がつかないから、一つ買おうじゃねえか。よかろう。あい、酒屋さん。いっしゃい。えー、その辺へ、おかけなさい。あいあい。見回し垂らしたところな。どこにもかけるところがないよ。ないじゃないか。どこにかけさせるつもりだね。桜の木のね、 ここへでもおかけなさいよ。その代わりね。一首はお気をつけなさいよ。毛虫がぶら下がりますからね。嫌だぜ。そんなところへかけさせられるものか。かけられるもんかい。かけられなかったら、おしゃがみなさいよ。体操気難しい酒屋だな。どこへしゃがむんだ草の中へおしゃがみなさいよ。 その代わり、犬のクソがあるかもしれないからお気をつけなさいよ。嫌だぜ。冗談じゃねえや。しゃがまなくてもしゃがまずとも腰をかけねえでもいいや。立ってるから先をくれ。おい立つおい立つお客さんだよ。いらっしゃい。ありがとう、オー明かりをよくしてあげねえよ。あいよ、毎、ま、度、ありがとう、オら。 大きな声を出しやがるな。おい、何をしてるんだ。もっと樽をハスにしてみろ。いけねえ。兄貴。どうしたもうみんな酒は売り切れちまったよ。そうか、気がつかなかった。もう品物はねえか。一滴もねえ、人ったらしもねえよ。そうか、どうもお気の毒様でございます。 もうみんな売れちまったんで。なんでケーキよく怒鳴ってるから、あるかと思った。あると思ったから怒鳴ってたんで、あると思ったらねえんだ。ねえのがどうしたんだなんだ喧嘩ふ吹っかけちゃいけねえよ。酒ねを売らねえで喧嘩を売るやつ、もうねえもんだ。ありがとう、ぐずい。またいりっしょい。なんだいバカばバかし。 おい、たつ。ええー。さあ、ちょっと、売りだめを、勘定しようじゃねえか。あいよ、さっきから売りだめを落っことすといけねえと思うから、時々腹掛けへ手を入れてしっかり押さえてたんだ。さあ、兄貴。えー、手を出しね。あいよ。飽きないという奴は、この売り上げを調べるのは楽しいんだ。 ほら、言いいかい開けるよ。じゃらじゃらじゃら。ほら、しょ。なんだ、じゃらじゃらと声ばかり。ほら、しょっとを出したのは。何かたつ。25セン。これっきりか。そうよ。おかしいなあ。俺はよ、おめえの気心は子供のうちから知っているから。 歌うわけじゃねえが、それでもものが2章も売れて、売れちまって全部売れて、売りだめが売り上げ25銭しきゃねえというのは、おかしいな。兄貴、それっきりっきゃ、ありゃしねえよ。そうか。そうかって考えてみねえな。兄貴が菊屋橋のところまで来たら、一平買おうと言うから、売ったろ そうよ。それからまた、門跡様のところで俺が一平買ったろそうさ。それからまた、東門のところでおめえが一平買った。うん。ヤうなぎの前で俺が買ったろ雷門のところでおめえが買った。あず橋で俺が買った。橋を渡っておめえが買ったろ 枕橋でまた俺が勝った。水戸、水戸様のな、水戸様のところで、おめえが勝った。それだから、二十五銭の銭が行ったり来たりした。そのうちに二章をみんな、飲んじまったんだ。ああ、そうか。してみれば、無駄はねえな。